内部もすげえな。グリーガーがこんな技術を持ってるなんて、って感心してる場合じゃないか。なんとかして船を止めるわよ。一息つこうか。何これ、何かの結晶。鋼鉄戦艦ナグルファ、この船の動力部を担う結晶生命体グリーガーだ。アドル、カージャ、よくぞ参った。大塚、成長したらしいな。ヨルズとラーグを退けたと聞いた。もはや呪因など関係なく、そんなマナスカイは放っておけぬ。受けてたと。主の帰還を祝うのにこの決闘ほどふさわしいものはない。この鋼鉄戦艦ナグルファとグルーガル要塞はいわば主の玉座。この二つを足場に我らはこの地の支配を取り戻すのだ。お前たちが国を滅ぼしたからロロは姿を消したんだろ。なんだってそのロロをわざわざ蘇らせるんだ。ラーグのやつが過ちとかなんとか言ってたけど、そこはいささか事情があって話が長くなるが、いいのか。本戦は間もなくバルタ水軍と交戦を開始するぞ。そうなればバルタ水軍にも大きな被害が出ることになる。ヌシラは一刻も早くこの船を止めるべきだと思うが。相変わらずご親切にどうも。確かに最初に会った頃と比べると見違えるようだ。ならばここから先これ以上の言葉は不要。グリーガー三将が一人、オーゼコレモン参る。
出会いになるのやろ。いや、それよりもカージャ、ウネのその力は一体。ベルセルクのことか。マナやベルセルクの力、それなら過去に戦ったノーマンたちを通じて知っている。だがそれらとも違う。以前は感じることのなかった異質な力が混じっているぞ。暴力部もやられていたか。鋼鉄戦艦が止まった。いや、これ以上ここにいるのは危険だろ。オーズとの勝負はお預けにして一旦引き上げるぞ。行くぞ兄弟。